はい、こんにちはパーカーションの高見です。今回リクエストいただきましたので、今話のスーパースラップについて解説していきます。スーパースラップとは何かというとですね、今話のスラップってありますよね。スラップトーン。パッっていう明るい音色の。このスラップよりもさらに高い音程、かつですね、爆音。ものすごい大きな音で鳴らすスラップのことです。ちょっとやってみますけれども、音量注意です。こういう音。 これはですね、あの、序盤にイダルゴ音帯を筆頭に、まあ、海外のいろんなコンガプレイヤーがですね、ソロでバシバシやる。まあ、こういうフレーズありますよね。スパスパスパって。こういうフレーズでやったり、あとですね、今のこう、クローズだったんですけども、オープンスラップもスーパースラップありまして、みたいなフレーズありますよね。こういう時、スパコンスパコンスパコンって、めちゃくちゃ爆音で、 え、叩いてるのを聞いたことがあるかなと思うんですけれども、まあ、そういう時に使うスラップのことですで。今回これについて解説していきたいんですけれども、まずはじめに、この奏法っていうのは非常にリスクを伴う奏法であるということを覚えておいてください。どういうことかというと、とても大きなエネルギーを太鼓に伝えて、大きな音、爆音で鳴らす奏法なので、このエネルギーの使い方とかですね、体の使い方、手の当たりどころが悪かったりすると、それが全部こう自分に跳ね返ってきちゃうんですね。 で、そうなっちまうと、まあ、ストレスになって、最悪、検証炎とか、この手のひらの骨、指の骨にひびが入ったり骨折してしまうということが、なきにしもあらずです。ちょっと脅すようなんですけれども。まあ、それぐらい取り扱い注意な内容で、これは一歩通行のメディアなのでですね、まあ、そうなってしまっては、僕は責任が取れませんので、くれぐれも、えー、自己責任、自己管理のもと、えー、やっていただくようにお願いします。で、対象者の目安としては、今ガを叩いて、最低でも1年以上、 コンガレキが1年以上あって、基本的な音の叩き分けができる。モフ、オープン、オープンスラップ、スラップ、クローズスラップ。これらの叩き分けができるぐらいの方が対象です。でスーパースラップやってみてですね、ちょっとでも体の痛みを感じるようであれば、すぐにやめていただくように、そういう前提でお願いいたします。 はい。では、前置き長くなりましたけれども、いよいよ叩き方やっていきます。まずは、スーパースラップですね。こんな感じです。音のイメージとしては、普通のスラップトーンよりも、さらに1オクターブ高い周波数が鳴っているようなイメージです。これが普通のスラップだとすると、スーパースラップは、っていう感じですね。どうでしょう。動画とはあんまり違いがわからないかもしれないんですけども、 このスラップの時パッていう明るい音に対してスーパースラップの時はですねもうなんていうかキャンっていうようなすごいアタックが強い高い音が鳴っていますで叩き方なんですけれどもこの手のひらのですね大体このあたりより上の部分4本指すべてが打面に当たっていますもうビターという感じですねもう全部 ダメに密着させている形になります。で叩く位置はだいたい普通のスラップトーンが良くなるポジションか、それよりも若干、えー、手をですね、ダメン側、奥の方に入れると、まあ、個人的には良くなるかなと思います。通常のスラップの位置がですね、だいたいこの辺だとしたらスーパースラップの時はちょっとこう奥に入れて かつ、もう、指の先から、だいたいこの、手のひらの真ん中あたりまで、面がすべてダメにピタッとついている。密着させている状態。で、腕の重さを利用して、まっすぐストンと落としてもいいですし、普通に肘をグッと上げてストロークするようにして、叩いても、こう、ここから先がですね、ぴったりと、同時にダメにヒットすれば高いスラップオンっていうのが出せます。 ただしですね、こう、当たりどころが悪いと、えー、高いとならないばかりか、この辺がすごい痛くなってくるんですね。なんでおすすめとしてはですね、この、肩、肩関節から、こう、腕を回すような動き、上腕をですね、こう、回転させるような動き、ストロークで叩きます。こう、ヒットした後にですね、肘が、 上がるような、こういう、ストロークです。こうすることによってかなり速いスピードでダメにヒットすることができますし、かつですね、こう、エネルギーをこっちに逃がすことができるので、体への負担が楽です。で、この動きをですね、体に覚えさせるには、まず、まあ、こう構えて、こう、手のひらを上に向けるような、 形からこう、ひっくり返す。なんでしょう、こう、お好み焼きをですね <laughs>、ひっくり返すみたいな動きで、ダメに着地っていうのをやってみてください。そうすると、こう、肩関節がですね、自然に回るはずなんですね。で、肘の位置も下からこう、上へ上がるような動きになるはずです。 で、ちょうどこのお好み焼きをですね、断面にピタッと貼り付けるような動きで、だんだんスピードを上げていくと。はい、では続いてオープンのスーパースラップをやってみます。こういう感じですね、こう、スパコーンっていうような。 普通のオープンスラップよりもさらにアタック部分が強調されたような音です。カーンっていうような音ですね。はい、これはどうやってるかと言いますと、だいたいこの手のひらのですね、付け根のあたり、このあたりですね。手首があって、手首よりもちょい上。こう、肉の厚みと骨がある部分があると思うんですけども、だいたいこのあたりを、この、コンガの縁。 当てています。で、ここに当てることによって、手の先をですね、弾き出している感じです。こう、もう見るからに手首を痛めそうじゃないですか。で、こうですね、当てるんですけれども、ここに対して肘の位置が低かったり、高かったりすると、確実に手首をやります。 ので、目安としてはですね、こうヒットしたときに、この付け根の位置から肘の位置が大体まっすぐになると、体への負担が最小限に進みます。こうですね。で、ここを当てることによって、手を弾き出して、ダメに当たるのは大体ですね、指の先端部分、指紋のあたり。 だけですはい、スローでやると、普通にストロークして、この付け根の部分が当たって、指が弾き出されて、座面に当たる。で、ヒットするっていう感じです。で、この時、肘の位置が下でもなく、上でもなく、座面と大体いい水平の位置にあるように意識します。 で、このオープンのスーパースラップの時は、そのまままっすぐ上に上げて重さを利用して鳴らすか、肘を上げて普通にストロークするようにして鳴らすと良いでしょう。さっきやったみたいにですね、この肩関節を回してやる動きだと、この肘の位置が結構ブレやすいので、まあ、当たり床が悪いとですね、この辺を痛める可能性が高いので、まあ、あんまりこれはお勧めしません。 はい。以上がスーパースラップ叩き方になります。改めてこの画角でおさらいしますと、ピタッと密着させる叩き方の時は、手のひらの真ん中あたりから指の先まで全てがビターッと画面にヒットします。で、この時ですね、肩関節から腕を回してあげるようなストロークにすると比較的 楽にスピードを得られますし、体の負担的にも楽に叩けるかなと思います。お好み焼きをですね、ひっくり返すような感じで。あるいはこう、野球の投球、球を投げるときみたいな感じでこう、肘が上がるようなストロークですね。このようにして叩きます。 はい。で、オープンの時は、手のひらの付け根のあたりを、このコンガのヘッドの縁に当てることによって、指先を弾きます。はい。解説は以上となります。こうスパコーンとですね、綺麗にならせるようになりますと、相当気持ちいいです。ただ最初に言いました通り、やっぱり体を痛めるリスクがありますので、くれぐれも怪我の予防と自己管理に注意して取り組んでみてください。 はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションの情報やレッスンなどを配信しておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、シェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。